カトリック同盟の武装行進カトリック同盟は16世紀フランスのユグノー戦争期に形成されたカトリック側の同盟。かつてカトリックに対し日本の歴史用語で旧教という言葉が当てられたことがあるため旧教同盟とも呼ばれる。1576年5月6日の暴流の直例がプロテスタントの側に好意的であったためこれに対する反感が カトリックの側に生まれた。これがカトリック同盟結成の直接的な契機となった。当初の同盟は時の国王アンリ3世がカトリックの保護者として振る舞うのであれば国王の従順な進化であることに依存はないとする立場であった。同年11月にはパリでの同盟をギーズコアンリが組織し、その指導者となった。 国王はこのことに脅威を感じ、パリから遠ざけようとしたが、失敗に終わった。また、1582年以降スペイン国王フェリペ2世は、カトリック勢力の強大化と、フランス王権の弱体化を目論んで、カトリック同盟に資金的援助を与えていた。1588年12月23日のブロア城における三部会の席上、 ギーズ校案里がアン里3世の強心的支持者によって殺害されると、カトリック同盟が支配的であった地域ではアン里3世に対する暴動が起こった。しかしその国王自身、1589年8月2日には、カトリック同盟派のドミニコ会士、ジャック・クレマンによって殺害された。新たな国王アン里4世は、カトリック同盟が支持していたシャルルド、 ブルボン数奇境よりも多い継承順位が高かったが、プロテスタントであったため、カトリック同盟は、猛反発した。1590年3月14日のイブリーの、戦いで敗れ、二度にわたるパリ包囲にあっても、カトリック同盟は、アンリ4世がプロテスタントを捨てて、カトリックに改修するまでは武装解除をしなかった。1594年にアンリ4世が、シャルトルで退官し、 カトリック同盟の残党を1595年6月5日のブルゴーニュにおける戦いで撃破した時、カトリック同盟は決定的な終局を迎えた。この時期は絶対王政到来前のフランス王権にとっての最大級の危機の一つであったとされている。この時期はカトリック同盟の側と反カトリック同盟の側が文章を用いて大規模な中小合戦を行った時期でもある。 このため、フロンドの欄におけるマザリナードやフランス革命期の文書合戦と並び、フランスではこの時期だけに絞った高換な出版出研究書なども出されている。ありがとうございます。